いた。どこ。渋谷道玄坂あたりです。あたりじゃわかんねえや。人の命がかかってんだぞ。もっと集中しろ。すいません、俺たちがこの町を守らなきゃ、誰かが守らなきゃいけねえんだよ。すいません、見つけた。すいません、心を一つにするぞ。まず俺が男の心を鎮めるから、医者は女性を避難させてくれ。任せろ。お、俺は？何やってんだ。超能力捜査官ごっこ。俺が犯罪を感知して、ただしが場所を追求して、石原が制止する役。いやー、でもまだ細かい場所は分かんないですけど。だいぶ慣れた？俺最初からできたけどね。いや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 、そういう役の設定だったんですよ。ずるいよ、この二人は。いい役で。次俺その役やらしてよ。あ、石原今日デートって言ってなかったっけ？ああ、今日はしない。あ、そうなんだ。あのブスの彼女？ブスって言うなよ。まだ付き合ってんの？え？あいつ？おめえ今笑ったよな。おいおいおい。なんで殴られたかわかる？いや、思い出したらちょっと。ちょっとなんだよ。ピッ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 。なんだよ、はっきり言えよ。ピッ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 。ブスだったなーって。でもいくらブスでもな、ピッピッピッ、石原の彼女だぞ。待てろ。ピッ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 。いたー。やめー。ちょっと、ちょ、後で家行くから。あと、男子、お前、合格な。何が？また後でな。おい、帰れ。ピー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 、心一つに。ピー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 。どうしたの？え？血。え？血出てんの？殴っちゃった。え？なんで？石原の彼女ブスって言っちゃった。じゃあまあまあ、じゃねえ。わかんない。ないのの。いや、生で。石原は？俺いいや。どうしたの？あ、さっき言いそびれたんだけどさ、彼女と別れた。え、うっそ。ブスの彼女とは？ブスって言うなよ。いや、え、なんで仕事もろくにしないでこんなことばっかやってんじゃん。あなたと一緒にいても先が見えない。だって。でも楽しいからいいじゃん。まあ女より男友達大事にするやつの方が俺は信用できるけどね。俺も別だし、いいじゃん。うっせぇ。じゃあ俺帰るわ。あ、なんか後からみんなうち来るっつってたし。おお、終わった。先。渋谷区幡ヶ谷。幡ヶ谷？なんだこれ。今まで感じたことのない悪意だ。あれ？ここって？くせ！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 くせなお前は、なんだお前これ？くせ！くせ！やめろよお前！くせ！くせ！くせ！なんで、なんで出すん？出そうぜ！くせ！まだくせ！くせ！ずーっとくせ！あいつら相変わらずだね。合格って言われた。何に？何に合格したかわかんないけど。何？この町を犯罪から守るぞ！あ、ジム行ってみる？もうどうせもう客来ないでしょ。ね。え、俺も？ああ。
ばんは。今日はよろしくお願いします。ああ、ひろこさんのお父さん。ほら、挨拶しろ。こんにちは。こんばんはだよ、バカ野郎。娘がこうなったのは親がダメだから DNA だね。はあ。はあじゃないよ。あんた親だろ。親父がそんなんだから娘がこんなブスに育ったんだよ。ブスにはブスってちゃんと言ってこなかった、その歪みが今ここに来てると俺は思うんだよね。はあ。何度も言わせんじゃねえよ、クソ親父が。石山は元暴走族の総長。40歳。何なの、暴走行為に転され、構成を。カラオケとかも退屈だから、たまにはこういうのもいいんじゃない。問題がある人たちに接し、今まで多くの人たちを救ってきた。全然面白くないんだけど。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか解決したっぽいね。じゃあみんなで、風呂でも入るか。な。え？ただしたくしんはさっき言ったんだけどさ、彼女と別れた。え？なんで？俺といても先が見えないんだって。で、医者なんて言ってやったの？今しか見てねえ。おー、かっけーじゃん。計画性ねえだけだろ。ま、ちょっと待って。女の人と言ってんじゃねえよ。やめちゃう。やっぱりした。したよ。ちょっと俺もう電車ねえから行くわ。じゃあ。じゃあね。でしょ。めんどくせえ。あんま詳しくねえんで、バーベキュー。トングンテ。トングンテ。買ってきてよ。なんなんでそれ。忘れたの、ね、なんで忘れんのよ。これ買っといて、なんで。なんか手でいけんじゃねえかと思ったんだよ。正しい。オッケー。あ、そのままだ、それで。これだけで。あ、いいよ、いいよ。で、そのまま持って。オッケー、オッケー。オッケー、オッケー。できるじゃない。お前ら仕事してないの？バイトしてるよ。あ、俺も。俺なんもしてない。何、俺らに説教？ちょっとやめといて。石山、仕事しねえの？いいのねえから。選ばなきゃ何だってあんだろ。選ばせろよ。見た目はお前が一番無職みたいな感じだよ。それお前らがスーツ着てっからだろ。てか、なんでバーベキューなのにスーツなんだよ。いつ死んでも、いいようにだよ。
まだでしょ。これまだで。あげてあげて。でもお前ら金持ってねえじゃん。今日のバーベキューのやつだって全部俺が買ってきたんだっしょ。金はねえけど命はかけれるよ。俺も殺してくれる？意味わかんねえ。てか頑張れよ。どう頑張ったらいいかわかんない。教えて。俺も教えて。何なんだ。教えて。なんだ。でもさ、お前らが金持ったらどんな使い方するんだろうな。バカが金持ってもバカな使い方しかしねえよ。そうそうそう。例えばさ、ヤストいつ来るの？まあこのうち来るんじゃないの？ちょっと歌作ったから聞いてくんね。あれ？あれ？あれ？ピーマン食って大丈夫だ。あ、野草じゃね？あ、今日はどんな設定？知ってる？知らな。足つった！もうマジだよ！おい！おい！今日もよし、何もないから。119番ですか？今助け呼んでるから頑張れ。星が眩しい。助けて。君に誘われたけど、愛に行くのか仕方ない。二度寝するフィニッシュライン。最後に会った日から何日経ったの、また君は僕からいなくなる。分かっているけど悲しくなる。いつもいつものことさ。元気でいるならそれでいい。心配なんかしてません。いつものことさ。フィニッシュライン今日も何もないから空は星が眩しい。フィニッシュライン。イエーイ。